だからまあ、望月先生も本当に今までこう頑張ってこられて今トルコにいると思うし、本当にあのこれからのこうイスラム教研究を背負うあの方だと思うので、あの頑張ってほしいなと思ってるんですけど、本当にこうなんていうのかな、そのイスラムとかさ、リバタリズムとかさ、まあ日本の中でいうと本当 1%2% しかいないようなさ、すごいこう、うん、マイナーな考え方じゃん。けどそういう人をやっぱ大事にすることが、うんうん、やっぱり日本社会がこれから良くなっていくってことなんじゃないかなと思うんだよね、うん、なんかちょっと小論文に近いですけど、なんかこう答えがあると思いがちじゃないですか受験生は。だからこの回答でいいんですかとか、この意見は書いてもいいんですかってよく聞かれるんですけど、なんかその姿勢自体が違っていて、どんな意見でもあっていいんですよ。ただ同時になんか何かを主張するっていう時は何かをそれを批判されるっていう可能性もあるし、だからこそロジカルに伝えなきゃいけないんですよっていう面があるので、まあどんなに極端な意見の人でも存在していなきゃいけないし、かつそれにおかしいと思うんだったらなんかリベラルだとか左翼だとか右翼だっていう雑なラベリングをせずにちゃんと丁寧に批判しなきゃいけないんですよ。だからこうそのちょっとまあ自治伝体になるけどさ、岸田政権で今あの成長戦略会議が廃止されてさ、まあ、竹中先生多分政府の会議に関われなくなるんですよね。で私はそれ非常に怒ってるんですけど、あのなんて言うんだろう、中田先生もそういうことあったじゃないですか、こう一時期こうちょっといろいろあってこうなんか書類送検されるんじゃないかとか、あのいろいろあったと思う。なんかね、いやこれ思うんだけど、こうその例えばね、こうそのうアメリカから例えばさ、ユダヤ系のそういうリバタリアンの人が来て日本に住むとかさ、まあ、例えばイスラムだったらそのマレーシアからさ、そのマレー系のイスラム教徒のさ、まあ、有名な資本家が来るとかさ、そういう時にね、やっぱこうリバタリズムとかさ、そのイスラム教とかさ、そういうのをこうさ、もう何かあったらすぐ書類送検しようとかさ、そういう感じの世の中ってね、やっぱね、そういうこう海外のすごいこうトップエリートにね対応できないような社会になってくると思うんだよ、うんうんうん、やっぱなんかちょっとあったら書類送検とか、なんかちょっとあったらっていう、それやっぱ積み重ねていくとさ、その若い世代が育たないじゃない、うん、やっぱだからイスラム教だったらイスラム教ちゃんと研究してる研究者とかがやっぱりこう20代30代どんどん出てくるってことが大事だし、まあ、さリバタリズムもそうですよね。竹中先生的な考え方をちゃんと理解できるような、そのまあ、資本家だったりとか、あるいは研究者だったりとか、そういう人が出てくるようにするってのはやっぱすごい大事ですよね、うんうん、だしそういうその多様性みたいなもの、だから何が正解があるとかではなくて、こう正解ではないんだけど、少なくともこういうロジックでこういう風な価値観を私は支持してる、それもぶつかり合っていいんですよ、うんうん、いろんな価値観があるから。なんだけどやっぱりこうそこを考えていくっていうのはすごい大事だと思うんだよね。正解があるわけじゃないんだよっていうところと、うんうん、あとはとはいえ頑張ってほしい。なんかやっぱりね、いや親ガチャだからとか恵まれてたからとか、もともと頭がいいからとか言う人すごく多いじゃん、うんうん、本書いててもすごい感じたんだよね。でやっぱ絶対それは違うと俺思うから、うん、だってさ本当にいろんな人いるんだけど、こうなんか望月先生にしても私にしてもそうだけど、こう望月先生は苦労してないとかさ、林先生苦労してないとか、なんか俺たちの苦労をゼロカウントしてくるやつ本当よね思わない？そうやってこう言い訳に使わないでほしいですね。そう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 、結構頑張ってきたから、うん、なんかツイッターがいけないのかなとかちょっと思うけど、なんかあの望月先生も私もあと竹村先生もそうだけど、割とこうなってんだろう、まあ、ダメ人間キャラではないんだけどさ、望月先生はあのトルコがダメなだけで、望月先生はダメなわけじゃないから、ダメ人間なんかこう、そのなんかこう、ね、あれはなんかあくまでもキャラだからさ、まあそうですね、ツイッターだからアイピン書いてるってだけで、その、そんなにダメな人ではないので、だからまあまあ、あれは話半分、受験生とかがああいうの見て面白がっちゃうのもよくないのかもしれない。うん、確かに望月先生はあのダメなのはトルコだから、望月先生はダメなのそう願いたいですけど、あのトルコは面白いね。トルコはだって予定が変わらないことがないもんね。そうですね、本当に予定がね変わらないことがないから、すごいなって、すごいなって本当にその時間になるまで予定があるのかどうかわからない、そう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 、
はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では、LINE で、無料で、受験相談ができますので、もしよろしければ、概要欄に LINE の、アドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと、希望の方にはね、10日間無料で、添削だったりとか、相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。